北海道最終日の朝です。夜に仙台に帰ります。昨日がね、久しぶりに遊び倒しました。朝7時半に活動開始して、二条市場行って、ふもと山行って、その後麻雀やって、ポーカーキングスマンさんで出場したんです。その後みんなで、ね、ジンギスカンを食べに行って、1時ぐらいだったんですが、その後セット麻雀をやっていました。結局解散したのが3時半か4時ぐらいです。今は10時30分で、チェックアウトは11時までなので、これから出るところです。最終日は苫小牧行って、まったり観光しながら帰っていきたいなと思っています。では、行ってまいります。札幌ラーメン共和国に来ました。どれも看板のラーメンが美味しそうなんですよね。札幌ラーメン共和国、こちらね、入ってます。なんかおしゃれな雰囲気の入り口になっています。焙煎ごま味噌って美味しそうですね。辛味噌ラーメンとかも好きなんですが、こういうシンプルな味噌ラーメンもめっちゃいいかもしれない。辛口味噌かうまそうだな。元祖旭川ラーメンって書いてありますね。ラーメン北海道入ります。あ、どうぞ、はい、うちが一番人気はこちらの炙りバラとろチャーシュー、はい、こちら味噌味が人気になってますね、はい、でラーメン大将っていうのをいただいたのは醤油なんですよ、はい、基本的に醤油のスープはどれも一緒なんで、スープ一緒です、はい、味噌も味噌塩もそれぞれ一緒なんで、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、炙りバラとろのチャーシュー麺をください。はい、かしこまりました。こちら味噌塩醤油と選べます。醤油でお願いします。醤油で、はい、以上でよろしかったですか。はい、ラーメンが到着しました。炙りとろチャーシューの醤油味、ラーメン大賞を受賞したこのスープをいただきたいと思います。ではこちらスープいただきます。かなりあっさりしてますね、このスープ。結構好きなんです。美味しいですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。炙りバラとろチャーシューが1点でお会計1950円です。今から電車に乗って苫小牧に向かいます。ありがとう札幌。12時27分発の普通列車苫小牧行きに乗ります。はい、さっそうさせます。バスが到着しました。こちらの新千歳空港行きに乗ってネイチャーが11枚で降ります。こっちまで来たら観光したいじゃないですか。だからバス乗り遅れて迷ったんですけど、やっぱこっちまで来ちゃいましたね。おーっと、でっかい湖が見えてきました。ウトナイ湖に到着です。まもなく皆さん見えてきましたか。こちらが、ウトナイ湖です。すーげー。北海道の自然100選に選ばれているそうです。日本でも有数の渡り鳥の中継地となっているそうです。大白鳥、小白鳥、マガンなどの水鳥が多数飛来してきます。美しいウトナイ湖の野鳥を守るために餌を与えることは禁止されています。こちらのウトナイ湖は3000年ほど前は海であったそうなんですが、海の河口に砂丘ができて、やがて切り離されて淡水湖となったそうです。ウトナイ湖の展望台に上がっていきます。ウトナイ湖の展望台です。屋上へ着きました。はい、すごい見晴らしがいいや。3階から見ると奥の陸地までよく見えますね。もう一つ階段がありましたら、まだ上に上がっていくことができるようです。さらに上へ上がっていくと、おお。あ、いいじゃん。これ見てください、展望テラスの屋上です。湖の奥までよく見渡すことができますね。奥にいる鳥さんたちが、あんなにたくさんいたんだ。トリッコたちのところに近づいてみようかな。こっから見た目の距離結構離れてるな。何百メートルだろう。難しいか、あっちも行くのは。あっという間ですね。ここ冬に発動していたので、ここ離れるの嬉しくもありますけど、また来たいなと思います。苫小牧名物のホッキ玉を頼んでみたいかなと思います。これはイメージとしてはたこ焼きですかね。ホッキ玉480円のこの端玉入り1つください。はい、ありがとうございます。ソースがですね、3つご用意してまして、バター醤油あんかけソースでお願いします。半分もやりますけどよろしいです。あ、じゃあのハーブ入りマヨネーズもお願いします。はい、これイメージとしてはたこ焼きですか。そうですね、お味はちょっとたこ焼きとは違ってまして、貝のお味。中に貝が入っているということですね。はい、ホッキ玉いただきたいと思います。マヨネーズの方が見た目たこ焼きなんですけど、貝バージョンということでコリコリしてるのかな。
あ、美味しいね、結構。ごちそうさまでした。完食しました。あと10分ほどでバスが到着するので、こちらのウトナイ湖のバス停前で待ちたいと思います。座って待ってることもできるんですが、バスが気づかないでそのまま行ってしまいそうなので、このまま立って待っています。バスが到着しました。これから仙台に行きます。フェリーで予約してます。予約はインターネット予約。はい、はい、36.2。お一人様。はい、健康確認シートに記入して、これから仙台行きのフェリーになります。 N の74番で予約した堀内です。はい、ありがとうございます。まさか様、本日一等のお部屋、大人1名様でご予約いただきました。あ、してないんですよ。やり方が分かってなくて。苫小牧から仙台までのフェリーは 13,600円だったんですが、 GoTo トラベルで 4,760円の返金がありました。地域共通クーポン券で 2,000円分いただきました。10月2日まで使えるようです。ありがとうございます。ソフトクリームゲットしました。まだフェリーの時間まで30分ほどあるので、座っていただきたいと思います。美味しい。確かに白い恋人の香りと同じのがする。白い恋人のソフトクリームです。失礼いたします。ご質問ありがとうございます。部屋まで進んでいきます。この部屋は734倍、一等客室ということなんですが、こちらになりますね。ではこちら一等室入ってきます。はい、失礼します。はい、到着。ようやく部屋に着きました。ホテルの部屋に入った瞬間が一番ホッとしますね。やっと休めるみたいな。昨日遊び倒して結構眠かったんで、ゆっくり休んで起きたら仙台に着いてるってのが理想ですね。今回帰りは石狩号ということなので、船が違うのでちょっと探検していきたいと思います。外のデッキに出ることができるようですね。こちら開けていきます。おー、すげえ。まだ出発前で船は動いてないんですが、エンジン音がブオーって鳴り響いてます。明るくなったらもう一回出たいかなって思います。緊急時の小型の船ですね。違うからどうだろう。多分先頭まで行ったらタイタニック号できそうじゃないですか。あー、でももうちょっと離れて北海道の夜景が見えるポジションだったら最高なんだけどな。アナウンスが流れていて、まもなく苫小牧のフェリーターミナルから仙台行きの石狩号が出発します。9時半からはこちらで映画の上映を楽しむことができるようです。フェリーの中で夜ご飯を食べに行きました。バイキング形式でこちら撮ってきました。ではいただきます。昨日はぐっすり眠ってました。今朝の5時過ぎでお風呂入ってきました。大浴場の展望台、海が見えてよかったです。お風呂の中に下ろしていただきます。晴れて気持ちよさそうなので、デッキに出てみます。ではこちら進んでいきます。おお、いい景色だね。夜見た時でもずっといいですね。今時速約35キロで仙台に進んでいます。まだ岩手県沖で、まもなく宮城県に突入するところだと思います。今早朝なのでまだ日は昇ったばかりです。北海道から仙台に帰る時に飛行機を使おうか迷ったんですよ。当日チケット取ろうと思ったら飛行機が1万1000円でフェリーの一等室が1万3600円だったかな。フェリーの方が若干高かったんですが、仙台港の近くの駐車場に車を止めていたこともあってフェリーを選択したんですが、おかげでいいものを見れました。風も結構強くて気持ちいいですね。海風なので少しベタベタしてしまいそうな気はします。向こうの方もぐるっと一周してみましょう。あー、すごいね。こっちの方行くと山が見えます。では船内に戻ってお食事をいただきます。バイキングで料理を食べます。ピザとかナスとかきんぴらごぼうとか健康的なものが多くて、夜のメニューよりもこっちの方が好きですね。メカブとか納豆を食べるのも嬉しいですね。バイキング取るときに手袋の着用が義務付けられていて、食べるときは外します。いただきます。ピザがいただきます。いや、いいですね。お疲れ様でした。搭乗券ですね、すいません。はい、じゃあカード券いただきます。無事に仙台に着きました。こちらはフェリーターミナルの近くの観覧車です。仙台に着いたんですが、まだちょっと元気なので麻雀を打って帰りたいと思います。リーチ麻雀栄に入っていきます。こちらのビルの4階になりますね。あ、フリーなんですけど打てますか。一気
頑張ってください。26は3100円。よく見てます。ありがとうございました。